2月23日公開になります横道世之助主演の高良健吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。でも、はい、東京国際映画祭が去年じゃないですか。そうですね、はい、10月ですね。結構経って2月23日公開、相当キャンペーンで喋ったんじゃないですか。そうですね、うん、4ヶ月間ぐらいですかね。横道世之助についてもいろいろと、はい、もう今までで一番取材できましたね。変わりました、その最初の横道世之助に関わってから、はいはい、今に至ってインタビューをしている中で、うん、映画に対するこう思いとか。結局は、うん、結局はというか、一人でも多くの人に見てほしいってだけなんですよね。それで頑張れるっていうか、それはね、多分里井さんと出会った頃から変わった自分だと思いますよ。私横道世之助、はい、まあね、本当に愛しちゃったんですけど、はい、なんでだろうって思って、あれだって2時間50分でしたっけ。2時間40分、はい、あっという間ですよ、はい、じゃないですか、はい、しかも横道世之助に関わった人々の、はい、なんか横道世之助と関わった時の出来事からその時どう感じたかっていうだけなんだけど、はいはい、あんなに見ちゃうって相当私この人好きなんだなと思ったんですよ。嬉しいですね、それよかった、ね、自分が初めて見た時はどうだったんですか。いやでもどの作品もですけど、初めて見たらまあ反省点はまあもちろん見つかるんですけど、うん、でも僕あの去年の春、24歳の春にしたかったことっていうのはああいうことだったんだと思うんですよね。だから精一杯あの現場にいたし、なんか小手先でやったつもりもないし、だからなんかあの時にやったことがもう正解であってほしいから、今こう思うことがあってもまああの時でもそうしたかったからしょうがねえやって思ってますね。沖田監督と高良健吾君の空気感って似てると私は思ってるんですが、自分はどうですか。いやでもまあ監督が好きなものが僕は大好きっていうのはやっぱそれはね、あの似てるっていうよりは監督がしようとしてることをっていうのはやっぱ僕すごい好きだし、自分で言うのはなんですけど、あ監督がしたいって思うことはなんか自分が多分きっと芝居でも大切にしてることな気もする。それってことはある意味こうほら意思疎通ができている同士みたいなもん。どうなんですかね、なんか自分で言うのは恥ずかしいですけど、まあ、監督があまり理論的に演出はしない監督だと思うんですよね。監督はやっぱ本当に空気感とか多分監督の中での何かっていうのがあると思うんですよね。そこはなんかこうね、多分好きってことなんだと思う僕は。なんかそこに対してね、なんかあんまりこう理論的にこう言われるよりは監督がなんか違うからとか、うん、なんかちょっとって言ったら嬉しくなっちゃうし、うん、なんか絶大な信頼ですね。あそれはもうかなりあります。言うの恥ずかしいですけどね。そうですか、うんうん、映画の中って80年代の匂いがムンムンしてるじゃないですか、はいはい、残念ながら私年代的にですねそこ通過してるんですよ、うん、やばいこれここの時代みたいな、80年代ってダサいんだけどそれがなんとなく愛おしいんだよっていうのがあって、まあ初体験じゃないですか、はい、80年代の中をああやってまるで生きてたように演じるっていうのは、はい、僕はでも世之助やる上で87年を意識したことが全くなくって、うん、なんかやっぱ世之助っていう役をやるときに時代を意識はしたくなかったんですよ、うんうんうん、世之助は時代よりも目の前にいる人とか出来事に反応していこうと思ってたから、87年をやってるっていう意識はあんまりなくて、でも携帯でかいでしょ。そう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 、携帯のそのがないからこそ の, あのすれ違いと出会いがあったじゃないですか、うんうん、あの映画の中って。でまあネットとか、うんまあ、あんまりあの時ともネットってその普及してないですよね。してない。だからこそのなんかあそこでの空気感っていうのは多分それはなんかこう意識しなくてもなんかこう分かる気はする、うん、横道世之助が高良健吾さんにまあ近いのかなっていうのはインタビューでも相当受けてると思うんですけど、はいはい、逆に横道世之助みたいな友達っていましたか。いやいたと思うんですよ。で実際いたと思うし、上げていったら結構いるんじゃないかなとも思うんですよね。なんか自分に対してちゃんと関わってくれて、でその人から影響をもらったっていう人は多分結構いる。でたまに思い出す、うん、でその友達はもしかしたら僕がたまに思い出してるのは分かってないと思う。それ映画でも言えるわけでしょ。だって監督さんとの出会いでって、まあ結構あれデビュー作が青梅街道昇進旅行は20歳、20歳ですね。
そこからいろんな監督とも関わってきてるわけじゃないですか、はいはいはい、まあ沖田監督はもちろんだと思うんですけど、はい、あこの作品との出会いって僕のちょっと俳優の脳みそを刺激したよっていうのは、うん、それは M じゃないですか。やっぱそうそれはもう定番で結構もうマストなんですよね。広木隆一さんの多分 M だと思ってて、うん、あの時に余計なことすんなとか分かりやすいことすんなとか、うんまあ、芝居すんなとか俺に向かってすんなカメラに向かってすんなっていうのは結構時空だったりするんですよね、うん、で気持ちでやれって気持ちでその場に立てってなんか小手先のことすんなって、まあ、下手くそだからこそそれ言われてたんだと思うんですけど、うんうんうんでもなんかこうお前でいいんだよって言われた気がしたんですよ。お前がやろうとしてる役、うん、お前がなりきろうとしてる役でいいんだって、うん、それすごい僕嬉しかったんですよね、うんうん、やっぱ完璧に役になりきらなきゃって 100% なりきんなきゃって思ってたけど、うん そ, うまあ、それも大切なことかもしれないけどお前が役になりきろうとしてるのが大切っていうかねそしてお前がそこに立ってるっていうのが大事っていうね、やっぱ出会いってすごいですよね、うん結構関わってる監督みんなあの役者さんに対してもねちっこくずっと突き詰めていくタイプばっかりって今思った。ね、それでもなんかこうやっぱ最初にねまた出会った人が違ってれば、うん、芝居しろってお前ちゃんとお客さん意識して芝居しろって言われてたらもうまた違う芝居してると思うんですよね、うんうんうん、自分 の, その出てる作品だと、まあ、M が上がってきましたけど結構映画見てるじゃないですか。あ、はい、小倉君、うん、あの今の気持ちの中のこうマイフェイバリットムービーって何ですか。洋画でも邦画でもそう。そうですね。じゃあ横道洋之助っていうのに絡めるとしたら、うん、僕は横道洋之助やる前にあ絶対見ないでこうと思ったのはフォレストガンプ。そうあでもあそっか。そうそうそう、まあ役名の名前だし、彼もなんだろうまたちょっと洋之助とは違うけど、うん、なんていうかでちゃんと信じてるでしょ、うん、ちゃんと、うん、自分を信じてて人も信じてるっていうか。うんあのやっぱフォレストガンプはこう見てて僕はなんかなんだろういろいろこう気持ちを選ぶ映画ってあるじゃないですか、うん、この気持ちの時はこれ、うん、でもフォレストガンプはまあ結構なんかどんな気持ちの時も見れるかなと思いますね。私ほらエビ漁船の友達がねババとの話が大好きなのを今横道洋之助あそうだったって気づいた、うんで僕洋之助終わって見終わって、うん、あでもこれ見なくてよかったと思った。見てたら多分僕、トム・ハンクス引きずられてたと思う、うん、へえ俳優さんで見ますか映画。いやでもなんかこう、うん、たまやっぱなんかこう気になるのはあの人気になりますよ。ハビエル・バルデムノーカントリーノーカントリーと、まあ、ビューティフル。そうそうです、うんでもどっちも傑作。私ビューティフル大好き、うん、だからビューティフルのハビエル・バルデムはもうなんかただそこにいるだけっていう、うん、それってそこですごいなんか思ってた話じゃなかったのに、うん、もうあの人グッとあの方の演技はなんかこうグッとくるとこはですよ、ねね、まあでもトム・ハンクスとかも好きだし、まあ、好きっすよクリント・イーストウッド言ったら大好きな人多いっすよ。ハビエル・バルデムは、はい、ほら007でも悪役今回やってるでしょ。だからそういうすごいドメジャー的な映画から、うん、ああいうねこうミニシアター的というかう、ね、芸術系の映画まで入れちゃうっていうのは高良君がこう目指すところなのかなと思いますが、まあ理想ですよね、うん、なんかフットワークが軽いっていうのはでっかいのも出れば実写映画にも面白ければ出た方がいいと思うんです、うん、それってで多分今までお金でやってきたことってないと思うんですよね。だからこそなんかそんぐらいのフットワークの軽さは自分欲しいですよね、はい、映画好きですかやっぱり。まあ映画に救われてる部分僕自分ありますからね。うんなんかやっぱり本をあんまりなんかまあ読まなくなって、うん、漫画もなんか最近そんな読まなくなって、うん、でも逆に映画はまあずっとまあコンスタントに見てるなっていうのはあるんで。役にこう演じるにあたってすごくその引っ張られちゃうからあえてフォレストガンプ見なかったみたいになるじゃないですか。邦画に対してもそういう時ってあったりしませんか。あ、ありますあります。なるべく
なんていうかこうこの人の演技を参考にしようとかがあんま好きじゃなくて、だからこそなんかこうだからこそその人にしかできない芝居を見て刺激は受けるから、うん、でも邦画でもありますきっと、うん、80年代の邦画って見てますか、うん、年代はあれだけど80年代見てると思いますよ。例えばどんなんですかね、80年代だと角川映画が結構全盛期だったかなっていうイメージはありますね、はい、だから俺が生まれた年だから、そう例えばシザーハンズとかは、あれでも90年代かな、あ90年代、スタンドバイミーはもうそれぐらいかな、スタンドバイミーがちょっと87年87年かとかじゃないですか。あれは小学校の頃見た記憶あるから、初めてじゃあ映画館で、あ学校の階段っす、学校の階段なんだ、うおー、まあ、あれ大好き、僕今でも大好きですもん、1,2,3,4、いいですよね。から4の笑福亭松之助さん、はい大好き、思い出せない、4の時の、でも学校の怪談シリーズはね良かったからまた撮りたいのに、面白いです、ね、面白いすごい好きですよ、うん、それがじゃあ邦画の最初の多分まあゴジラとかドラえもんって言い出したら多分そっちかもしれないですけど、宮崎駿さんとか、うんうんうん、だけどまあそうですね、多分学校の階段だなと思いますよ。エンターテインメントでね、それでいてゾクゾクワクワクな、ワクワクするし、2か4の最後のラストとかもキュンときますよね、小学生の、うん、なんかもう一回見たくなったな、うん、今回ですね、はい、2月23日、はい、沖田修一監督と、はい、まあ、フィルム上映で懐かしい映画を横道洋之助に引っ掛けてみようじゃないかと、うんうんうん、で私はね、飛んだカップルという相馬井真嗣監督の作を選んだ、はい、沖田監督は、大誘拐を選んでたんですよ、うん、こうフィルムで見る映画の良さってやっぱり行楽的にあるんじゃないかと思いますが、そうですね、やっててもありますからね、お、うん、フィルムだって思いますもん、うんうん、お、この辺もフィルムなんだ、なんかこうフィルムのやっぱなんかわかるじゃないですか、うん、フィルムの感じとかで、やっぱりこう回ってる時にシャーっていう音とかだったり、うん、なんだろう、なんだろうな、別に、あ、なんていうんですかね、フィルムじゃないからって、フィルムだからフィルムじゃないからってこうやろうとしてることは変わんないですけど、うんうん、やっぱフィルムだと若干上がるんじゃないですか、気持ち、うん、演じてる側も、うん、なんかあんまり気にしないけど、でもやっぱりフィルムだって思いますからね、結構確かに私は見ている側だから、はい、あ、なんかちょっとこの質感とか、まあ、うん、あとほら光の影の感じが違うじゃないですか、うんうん、はい、全然違いますね、そのね、独特の奥行きっていうものがフィルムの面白さ、うん、でもそれが上映できるところって結構今減っちゃってるから、うんうん、そこは寂しいなとは思いますけどね、うん、かもしれないですね。フィルムで見たい映画ありますか？フィルムで見たい映画、うん、うーん、そうっすね、フィルムで見たい映画だから今相馬井さんって言ったから、うんうんうん、じゃあ相馬井さんとかいいんじゃないですかね、あ、いいですね、見たいですよね、相馬井真嗣監督はね、私も会ってみたかったんだよね、多分、うん、もう一回もう一回って言われるんでしょうね、多分しつこいって聞きましたよ、やった人たちもね、いやでも行けるんだったら相馬井さんの現場とか行ってみたかったんですよ。さて、沖田修一監督ともこう、はい、ずっとやってきてるわけじゃないですか、はい、また今後一緒にやるとしたらどんな作品をやってみたいとか、どんな役やってみたいっていうのはありますか？そうですね、正直もう4回呼んでもらって、うん、主演で呼んでもらって、じゃあ次呼んでもらえるかって分かんないけど、うん、でも僕4作呼んでもらったってこと自体がもう、うん、ある意味自信だったり誇りだったりするんですよ、うん、でまた次じゃないかもしれないし、次の次じゃないかもしれないけど、また呼んでもらえるんだったら、なんだろう、また沖田さんの組でしかできないような役、うん、なんかあんまり自分がしたことないような役で沖田さんには呼んでほしい。例えばじゃあ沖田さんも初めてこういう作品撮るんだよね、こういう今まで撮ってきたのと違うんだよねっていう時に呼ばれたら超嬉しいですね。ホラーとか、まあまあホラーとかでもそうかもしれないしアクションとかでもそうかもしれないし、そうだ、想像して沖田さんの
初のチャレンジの時に呼んでもらえたら嬉しいです。うわ、でもね、沖田さんのホラーとかアクションって確かに想像が今つかない。つかないですね。やっとでもなんかすごい素敵に撮りそうじゃないですかねえ、はい、なんか沖田監督に言っておきたいことありますか。沖田さん、いやもういつもいつもありがとうございます。してないんですか、ここはこうしてねみたいな。正直言うと、まあ、正直言うとまたこれから沖田さんと一緒になんか同じ作品じゃなくてもなんか沖田さんと一緒になんか常に沖田さんとか多分気になっちゃうモーションの存在になっちゃってるからなんかまた沖田さんと一緒に現場ができたら俺は嬉しいですね。なんか素敵ですね。まあ欲を言えばはい嬉しいです、まあ、それだけでいいんですか。嫌なことはないんですか。嫌なことないですよ。沖田さんクスクスクスって笑っちゃうとかあれ含めですから、はい、カメラのこっち側でよく笑ってるって言いますもんね。これが沖田さんなんで僕は全然、はい、いいですね。私もでもまた沖田修一監督と高良健吾さんっていうこのセットの空気感は独特だから今回の横道洋之介なんてまさにその集大成。いやー僕は沖田さんじゃないこの現場じゃなかったら僕はああいうことしてないと思うね、そのちょっと抜け感とかが愛おしいという映画ですからね。はい、はい、というわけで高良健吾さんでした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。2月23日公開になります横道洋之介主演の高良健吾さんです。よろしくお願いします。でも、はい、東京国際映画祭が去年じゃないですか。そうですね、はい、10月ですね。結構経って2月23日公開、相当キャンペーンで喋ったんじゃないですか。そうですね、うん、4ヶ月間ぐらいですかね。横道洋之介についてもいろいろと、はい、もう今までで一番取材できましたね。変わりました、その最初の横道洋之介に関わってから、はいはい、今に至ってインタビューをしている中で、うん、映画に対するこう思いとか。結局はというか、うん、一人でも多くの人に見てほしいってだけなんですよね。それで頑張れるっていうか、それはね、多分里井さんと出会った頃から変わった自分だと思いますよ。私横道洋之介、はい、まあね、本当に愛しちゃったんですけど、はい、なんでだろうって思って、あれだって2時間50分でしたっけ。2時間40分、はい、あっという間ですよ、はい、じゃないですか、はい、しかも横道洋之介に関わった人々の、はい、なんか横道洋之介と関わった時の出来事からその時どう感じたかっていうだけなんだけど、はいはい、あんなに見ちゃうって相当私この人好きなんだなと思ってるんですよ。ああ嬉しいですね。それよかった、ね、自分が初めて見た時はどうだったんですか。いやでもどの作品もですけど初めて見たらまあ反省点はまあもちろん見つかるんですけど、うん、でも僕去年の春、24歳の春に従ったことっていうのはああいうことだったんだと思うんですよね。だから精一杯あの現場にいたし、なんか小手先でやったつもりもないし、だからなんかあの時にやったことがもう正解であってほしいから、うん、今こう思うことがあってもまああの時でもそうしたかったからしょうがねえやって思ってますね。うん、沖田監督と、うん、高良健吾君の空気感って似てると私は思ってるんですが、うん、自分はどうですか。いやでもまあ監督が好きなものが僕は大好きっていうのはやっぱそれはね、あの似てるっていうよりは監督がしようとしてることっていうのはやっぱ僕すごい好きだし、自分で言うのはなんですけど、あ監督がしたいって思うことはなんか自分が多分きっと芝居でも大切にしてることな気もする。それってことはある意味こうほら意思疎通ができている同士みたいなもん。どうなんですかね。なんか自分で言うのは恥ずかしいですけど、まあ、監督があまり理論的に演出はしない監督だと思うんですよね。監督はやっぱ本当に空気感とか多分監督の中での何かっていうのがあると思うんですよね。そこはなんかこうね、多分好きってことだと僕は。なんかそこに対してね、なんかあんまりこう理論的にこう言われるよりは監督がなんか違うからとか、うん、なんかちょっとって言ったら嬉しくなっちゃうし、うん、なんか絶大な信頼ですね。ああそれはもうかなりあります。言うの恥ずかしいですけどね。そうですか、うんうん、映画の中って80年代の匂いがムンムンしてるじゃないですか、はいはい、
残念ながら私年代的にですねそこ通過してるんですよ、うん、やばいこれここの時代みたいな、うん、80年代ってダサいんだけどそれがなんとなく愛おしいんだよっていうのがあって、うん、まあ初体験じゃないですか、はい、80年代の中をああやってまるで生きてたように演じるっていうのは、はい、僕はでも世之助ある上で87年を意識したことが全くなくって、うん、なんかやっぱり世之助っていう役をやるときに時代を意識はしたくなかったんですよ、うんうんうん、世之助は時代よりも目の前にいる人とか出来事に反応していこうと思ってたから、うんうん、87年もやってるっていう意識はあんまりなくて、でも携帯でかいでしょ、うん、そう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 携帯のそのがないからこそのあのすれ違いと出会いがあったじゃないですか、うんうん、あの映画の中ってでまあネットとか、うんまあ、あんまりあの時多分ネットってその普及してないですよね、してないしてない、だからこそのなんかあそこでの空気感っていうのは多分それはなんかこう意識しなくてもなんかこう分かる気はする、うん、横道洋之介が高良健吾さんにまあ近いのかなっていうのはインタビューでも相当受けてると思うんですけど、はいはい、逆に横道洋之介みたいな友達っていましたか？いやいたと思うんですよ、で実際いたと思うし上げていったら結構いるんじゃないかなとも思うんですよね、なんか自分に対してちゃんと関わってくれてでその人から影響をもらったっていう人は多分結構いる、でたまに思い出す、うん、でその友達はもしかしたら僕がたまに思い出してるのは分かってないと思う、うーん、それ映画でも言えるわけでしょ、だって監督さんとの出会いでって、うん、まあ結構あれデビュー作が青梅街道精神旅行は20歳わ20歳ですね、そこからいろんな監督とも関わってきてるわけじゃないですか、はい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 、まあ、沖田監督はもちろんだと思うんですけど、はい、あこの作品との出会いって僕のちょっと俳優の脳みそを刺激したよっていうのは、うん、それは M じゃないですか、やっぱそう、それはもう定番で結構もうマストなんですよね、ひろき隆一、ね、隆一さんの多分 M だと思ってて、うん、あの時に余計なことすんなとか分かりやすいことすんなとか、うんまあ、芝居すんな、俺に向かってすんな、カメラに向かってすんなっていうのは結構時空だったりするんですよね、で気持ちでやれって、気持ちでその場に立てってなんか小手先のことすんなっていう、まあ下手くそだからこそそれ言われてたんだと思うんですけど、うんうんうん、でもなんかこうお前でいいんだよって言われた気がしたんですよ、お前がやろうとしてる役、うん、お前がなりきろうとしてる役でいいんだって、うん、それすごい僕嬉しかったんですよね、うんうん、やっぱ完璧に役になりきらなきゃって 100% なりきんなきゃって思ってたけど、そう、まあそれも大切なことかもしれないけど、お前が役になりきろうとしてるのが大切っていうかね、そしてお前がそこに立ってるっていうのが大事っていうね、やっぱ出会いってすごいですよね、うん、結構関わってる監督みんなあの役者さんに対してもねちっこくずっと突き詰めていくタイプばっかりそうかもしれないですね、 ね、それでもなんかこうやっぱ最初にねまた出会った人が違ってれば、うん芝居しろってお前ちゃんとお客さん意識して芝居しろって言われてたらもうまた違う芝居してると思うんですよね、うんうんうん、自分 の、 その出てる作品だとまあ M が上がってきましたけど、うん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 、結構映画見てるじゃないですか、あ小倉君、うん、あの今の今の気持ちの中のこうマイフェイバリットムービーって何ですか、洋画でも邦画でもですか、そうですね、じゃあ横道洋之介っていうのに絡めるとしたら、うん、僕は横道洋之介やる前にあ絶対見ないでこうって思ったのフォレストガンプ、そうあでもあそっか、そうそうそう、まあ役名、あ役名の名前だし、はいはいはい、彼もなんだろう、またちょっと洋之介とは違うけど、うん、なんていうかでちゃんと信じてるでしょ、うん、ちゃんと自分を信じてて人も信じてるっていうか、うん、あのやっぱフォレストガンプはこう見てて僕はなんかなんだろう、いろいろ